ゼブロンベアードバンスはアメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の政治家である。南北戦争の時は南軍の主幹となりノースカロライナ州知事を2回およびノースカロライナ州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。並外れた著作家だったバンスは南北戦争中と戦後の南部で最も影響力ある指導者の一人となった。バンスは ノースカロライナ州、バンコム郡、現在のウィーバービル近くで、8人兄弟の3番目として生まれた。その家庭はかなり多くの奴隷を所有していたことが知られている。おじは、アメリカ合衆国会議員、ロバート・ブランク・バンスであり、このおじから、バンスの兄も、ロバート・ブランク・バンスと名付けられた。12歳の時に、テネシー州のワシントン・カレッジ、 現在のワシントンカレッジアカデミーで勉強するために送り出された。14歳の時に父が死んだためにそこを退学して家に戻らざるを得なくなった。育ちの良いハリエット・エスピー城と文通するようになったのはこの期間だった。バンスの成果バンスはその境遇を改善するために法律学校に行くことに決めた。21歳の時にノースカロライナ大学学長で 元州知事のデイビッド・エル・スウェインに手紙を書き、法律学校に行けるように借金を申し込んだ。スウェイン知事は、大学から300ドルの資金を手配してくれ、バンスは、立派に学業を収めた。1852年までに、ノースカロライナ州、アッシュビルで、法律実務を始め、間もなく軍の法務官に選出された。 1853年までにバンスとハリエット・エスピーは結婚し、その後4人の息子たちが生まれた。1861年5月にアメリカ合衆国からの脱退条例が成立する。時までにバンスはローリーに駐在する軍の隊員となり、第14ノースカロライナ連隊の部隊であり、ラフ・アンド・レディガーズと呼ばれる中隊を指揮した。 その年の8月、第26ノースカロライナ連隊の大佐に選出された。この連隊は1862年3月のニューバーンの戦いに参戦し、バンスは秩序ある撤退を指揮した。またリッチモンドでもこの連隊を率いた。第26ノースカロライナ連隊は、最終的にゲティスバーグの戦いで、隊員800名のうち700名以上を失って、 崩壊したが、バンスは、当時軍務から身を引いていた。1862年9月、バンスは、ノースカロライナ州知事選に出馬して当選した。アメリカ連合国では、個人の権利と、地方自治を提唱する主要メンバーであり、しばしば、ジェファーソン・デイビスの連合国政府と反目した。例えば、ノースカロライナ州は戦争中も、人身保護令状を守り、 その裁判所を十分に機能させた唯一の州だった。また、バンスは封鎖突破戦で持ち込まれる補給物資について、ノースカロライナ州がその分け前を得るまで他の州に与えることを拒否した。特に連合国の厳しい徴兵制度を軽減することで民衆に援助し指式を高めたことで、南部の高八寺というあだ名が生まれた。 バンスは1864年にも知事に再選された。バンスは1865年5月の誕生日に北軍に逮捕され、ワシントン DC の監獄で時を過ごした。アンドリュー・ジョンソン大統領の恩赦計画に従って、6月3日に恩赦を請求し、7月6日に仮釈放された。この釈放後は、ノースカロライナ州シャーロットで、 法律実務を再開した。その顧客の中には、フォークソングの、トム・ドーリーの主題にもなった、殺人犯、トム・デューラーもいた。1867年3月11日に、正式な釈放となったが、収監されていた期間も仮釈放の期間も、その逮捕につながる正式な告発がなされたことは、なかった。1870年、ノースカロライナ州議会はバンスを、 州のアメリカ合衆国上院議員に選出したが、アメリカ合衆国憲法修正第14条によって、元南軍貢献者に課された、制限のために議会に出ることは許されなかった。1876年、バンスは再度ノースカロライナ州知事に選出されて、この期間は教育に注力し、1879年に州議会が再度バンスを、 アメリカ合衆国上院議員に選出した。今度は議席に就くことができ、その死の1894年まで務めることになった。アメリカ合衆国議会議事堂で葬儀が行われた後、アッシュビルのリバーサイド墓地に埋葬された。バンスは1870年頃から、散らばった国民という演説を何百回も行って、ユダヤ人を称賛し、全国のアメリカ人に、 宗教的寛容さと自由を求めた。彼は我々のあらゆる偉人の中のミッチェルさんであり、人民の信愛の情と愛においてすべてのものの上にそびえている。年をとってもミッチェル山の雄大さと偉大さを損ねることはないように、人民の心と精神から愛されたバンスの名前を消し去ることはできないだろう。TJ ジャービス バンスの公認ノースカロライナ州知事、戦争の目的は互いを探検することである。二つの、課題評価という山の間の人間性の谷間バンスが、ノースカロライナ州について語ったことと想定される。二つの課題評価という山とは、バージニア州とサウスカロライナ州である。この区は、アレクサンダー・ハミルトンのものだともされているが、おそらく、 ハミルトンやバンスよりも前の時代のものであろう。バンスに捧げられた、いくつかの記念碑がある。ノースカロライナ州のいくつかの場所と学校はバンスに、ちなんで名付けられた。第二次世界大戦時のリバティ戦 SS ゼブロン B バンスは、バンスの栄誉を称えて名付けられた。ありがとうございます。